食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは、はい、覚えておきたい定番献立というテーマになっています。はい、ぜひね、我が家の定番に加えていってください。今日はこちらを教えてもらいます。さっぱりおろしカツ、そしてかぼちゃのごまドレッシングサラダということで、川添さん、定番のとんかつ、大根おろしでね。そうですね、これからの時期いいですよね。さっぱりしてていいですよ ね。揚げ物だけど本当さっぱりいただけますし、はい、あと今日このかぼちゃサラダがとっても美味しいので、はい、おすすめとなっています。では早速クッキングスタートです。まずね、おろしポン酢だれの方から用意していきますね。はい、これ入っているのは顆粒の可能顆粒だしが入っています。小さじ1分の1です。でここへね、みりんを入れますね。はい、はい、大さじ1のみりん。そしてこれをね、電子レンジかけます。もうラップいりません。ラップなしで、このままかけます。はい、よいしょ。これだからもうみりんのアルコールを飛ばす感じですかね。そう、だから量が少ないので10秒ぐらいでいいかと思います。で、今日のうま技がこの和風だしになります。はい、ポン酢だれ、ポン酢だけじゃなくてちょっとこう和風だしで溶くとね、コクが出ますのでね、美味しくなってくれると思います。はい、はい、10秒経ちました。ありがとうございます。はい、ちょっといつものポン酢に一工夫なわけですね。そうですね。で、普通のこのもう家でお使いのポン酢でいいと思います。はい、これを入れて、ここにポン酢大さじ2、はい、でこれ混ぜるだけでね、もうこれでポン酢だれの方ができましたので、これで置いておきますね。あ、でもこのポン酢だれが大根おろしと一緒に食べても美味しかったですね。薄まってないですよね。はい、やっぱりね、ちょっとこうだし入れておくと薄まらないで済みますので、ね、じゃあこれちょっとこう置いておきますね。はい、はい、じゃあお肉の方いきますね。今日ね、これね、ロースカツ用意しました。とんかつ用ですね。はい、でこれね、筋切りしていきますね。この白いところと赤いところにこう包丁のね先でちょっとプツっていうぐらいかな、こう入れておいてください。ここ、これやっぱり常温に戻しておいた方がいいんですよね。そうですね、常温に戻しておいた方が美味しく仕上がると思います。裏表やってくださいね。はい、裏表筋切りです。はい、この筋切りしとくとね、縮みとかは違ってきますよね。いいですね。でこう筋が切れたらば、これちょっとこう裏返して、この包丁の背でね、トン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 と叩いてください。こっちとね。でこれがね、やっぱり今日の基本の技になります。こういうふうにお肉しっかりね、下ごしらえしとくとね、筋切りやこういうふうに叩いておくと、この美味しくて縮まなくて仕上がりますのでね、ぜひやってみてください。また仕上がりがすごい柔らかくなるんですよね。そうなんですよ。はい、でこれやったらば、お肉をちょっとこうキュッとこう戻してください。ね、せっかく大きくしたのにまた元の大きさに戻す、ね、やっぱり戻す方がいいと思います。はい、で戻してここに、塩コショウしていきますね。はい、もう軽くでいいですね。ここはね、後でポン酢だれかかっていきますのでね、塩とコショウです。両面ですね。はい、両面してください。はい、じゃ塩コショウができたらば、ここへね、今日は小麦粉の方、薄力粉ですね、これ薄く振っていきます。はい、両面に薄力粉をつけました。薄くでいいですね。薄くですね。はい、ですね。はい、じゃあこれでちょっと置いておきますね。そしてね、衣の方を用意していきます。今日ね、用意したのこれ溶き卵なんですよ。ここに入れていくのが、これがサラダ油。これちょっと入れておきます、ね。卵はまあ定番ですけど、そうなんですよ、ここにサラダ油が入るんですね。はい、でこれで小さじ2分の1。少しなんですけどもね、混ぜておきます。でここにお肉くぐらしていきますね。で今日ね、このサラダ油がうま味になります。はい、サラダ油こう混ぜておくと、こうつけた時に膜ができるのでね、お肉の旨味をギュッと閉じ込めてね、美味しく仕上げてくれますね。そうなんですね。ぜひ入れてみてください。じゃあここね、これは一緒ですね、卵をつけて、じゃあこういったとんかつみたいな料理の時は、そうなんですよ、この溶き卵にちょっと油入れるのがいいですよね。お肉の旨味味わうときは、やっぱりこうちょっとこう卵でサラダオイル入れて、それからパン粉という風な方がいいと思いますね。コロッケなんかの時はもう手早く仕上げるためにね、もうバター液みたいなのを使うんですけども、これはもうお肉の旨味を味わいたいのでね、ちょっとこう丁寧にね、基本通りにやっていかれたら美味しいものができると思います。ちょうどこうだから油の膜ができるわけですね。そうなんですよ。で旨味を閉じ込める、ね、はい、そうです。はい、でこれパン粉を両面にしっかりたくさんねつけました。でこれもし時間があれば、少し置いとかれるとね、馴染みますのでね、衣が取れなくなりますよね。
も今日はもうこのままね揚げていきます。はい、時間があればこのまま少し置いておいてください。どれぐらいですか、はい、時間にして。そうですね、冷蔵庫で10分15分置けばいいと思います。はい、でこれ揚げて衣が馴染むわけですね、うん、揚げていきますね。温度はねもう170度に熱してあります。でここへ入れていきますね。よいしょ。でこれ入れたらば、両面揚げて5分ほどかかりますのでね、ちょっとこのまま置いておきますね。はい、すいません。じゃあ、はい、じゃあその間にですね、かぼちゃサラダの方用意しておきますね。はい、はい、まずこれかぼちゃです。かぼちゃこれ4分の1個ありますね。多分 400g ぐらいだろうと思います。でこれをねこんな風にもうそのままです、ラップじゃないわ、キッチンペーパーです。キッチンペーパーで包んで、はい、このキッチンペーパーちょっとね濡らしますね。こんな風にねこう濡らしておくとね、レンジかけるんですけどもね、今から割にしっといて上がりますので、これは濡れたキッチンペーパーでねかぼちゃを包んでください、はい、でさらにここへよいしょ、ラップですよね。濡らしたキッチンペーパーで全体を包んで、はい、でこれでラップをかけて、はい、あもうお皿にするんじゃなくてかぼちゃ本体にラップを、そうですそうです、うん、でこんな風に包んでこのまま電子レンジかけます。で電子レンジかけるんですけども、こういう風にかけたらばちょっとこうひっくり返して練習途中でね半分ほど経てばひっくり返せばムラなく火が通ってくれます。あ、じゃあ600ワットで6、7分ですが、3、4分のところで1回ひっくり返して、そうですね、ひっくり返した方がいいと思います。はい、はい、じゃこれをはい、でレンジ加熱したもの、はい、こちらですね、開けてみますね。よいしょ。ね、かぼちゃもね切るとね本当に危ないですよね、包丁滑ったりね硬かったりするのでね。生の時のかぼちゃは硬いですよね。硬いですよね、なんかガツって感じですもんね。そうですそうです、包丁がガクってなってますね怖いですよね。でこれで食べやすい大きさに切っていきますね。もうね難なく切れると思います。柔らかい、ね、こういう風にするとやっぱり楽ですよね。これも完全に火通ってますね。そうですそうです。かぼちゃのサラダってね、女性人気ありますよね。そうですよね。じゃがいもも美味しいですけどね、結構かぼちゃいいですよね。で子供さんもね、多分ねこれだと好きな味だと思うんですよ。もうこれザクザクでいいです。後でね、ボウルで和えていきます。はい、潰れてもいいので、大きさとか潰し具合もじゃあお好みでということですね。そうですそうです。うん、でこれ、はい、置いておきましょう。お皿の上にね置いておきます。でとんかつの方が多分ねもうそろそろいいかと思いますので、これでね。ひっくり返します。よいしょ。はい、ですね。でこれでまたひっくり返したので、このままね2分ぐらい置いておいてくださいね。さあ、じゃあ次ねかぼちゃのドレッシングの方を作っていきます。これまずねこれマヨネーズが中に入っています。でマヨネーズの入っているところへ、これは市販のごまドレッシングです。これを入れますね。マヨネーズ小さじ1に対して市販のごまドレッシング大さじ3。大さじ3です。はい。そして普通にごまドレッシングだけじゃなくて一手間かけるわけですね。でこれ少しだけお醤油入れておきますね。はい、醤油も入ります。小さじ2分の1です。はい、ぐるぐるぐるっと混ぜて、さあでここでもう和えたらいいだけです。じゃあこういう具材入れていきますね。これ玉ねぎなんですけども6分の1 30グラムぐらいですね。これを薄切りにして水でさらして水気よく拭いてます。はい、しっかりと水気を切ったスライスの玉ねぎですね。はい、そしてこれがツナ缶ですね。これはもうキッチンペーパーの上で揚げて油を切っておいてください。はい、これ、はい、こちらも油を切ったツナ缶です。で、あとこれかぼちゃですね。これ入れていきます。で、これでざっくり混ぜていきますね。ここはね、もうかぼちゃ潰れても大丈夫です。この辺お好みですよね。そうです。うん。それも美味しいかと思いますのでね。うん、形残してもいいし、しっかり潰してもいいし。はい、こんな感じですね。かぼちゃ体がね、しっかりした味で美味しい、ね。そうなんです。これお弁当にもいいんですよ。で、とんかつがおろしだれでさっぱりなんで、そうそう、これぐらいしっかりしたサラダがよく合いますよね。いいですよね。はい、じゃあこれ置いておきましょう。ちょっとはい、サラダの準備ができました。揚げていきますね。もう揚がってると思います。ね、よく揚がってますね。じゃあこれ少しね、油切っておきますね。はい。よいしょ。で、油切っている間にサラダの方をね、盛り付けていきましょうか。はい。これいいですね。はい、サラダなんですけど、ちょっとこういうね緑のものを引かれたら綺麗ですね。サラダを敷いてありますね。はい、何でもいいと思います。緑の葉っぱを何かですね。はい、
これ乗せて、あとですね、すりごまですね。これ上にすりごまをちょっとこうかけましょう。すりごまにしてね、ちょっとかけます。ビールにも合う感じですね。いいですね、うん、ビールも美味しいと思います。お弁当にもぴったり、はい、そしてとんかつの方ね、これ切っていきます。はい、よいしょ。これ食べやすい大きさに切ってください、はい、どうですか。こういうふうに上がってますよね。綺麗に上がってますね。いいですね、はい、じゃあこれね持っていきます。よいしょ。あ、もうだらこれ大根、美味しい。いいですね、大根おろしですね。これあのざるかませて大根すりおろしてね、ちょっと水気切っておいてください、はい、でこの上にたっぷりのせましょう。やっぱり僕ぐらいになるととんかつはソースじゃないんですよね。いいですよね、おろしなんです、うん、たくさん食べますよね。これなら豚もたれないですね。そうなんです。これ青ネギね、はい、小口切りの青ネギですね。そしてこれ先ほど作ったね、はい、ポン酢だれの方この上からかけていきます。これもお好みの量でいいかと思います、うん、でもこの一手間かけたポン酢だれがとってもよく合います。はい、これで出来上がりました。はい、こちらでさっぱりおろしカツ、そしてかぼちゃのごまどれサラダ、35分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。定番のとんかつをさっぱりといただきたいときにおすすめのおろしカツです。豚肉をジューシーに揚げて、大根おろしとさっぱりポン酢だれで楽々味付けです。大根おろしで油っぽくなくてパクパクと食べられます。副菜はいつもね煮物ばかりとかになりそうで、そんな飽きたらですねこちらにチャレンジしてみてください。かぼちゃを使ってレンジで簡単にサラダを作りました。味の決め手はごまドレッシング、ごまの後味がやみつきになります。お弁当にもおすすめですよ。ぜひ作ってみてください。では川村さん、おきもつさん、どうぞ。いただきます。いや幸せですね。もう作ってる段階でもう美味しそうでしたもんね。そうですよね、ニコニコが止まらなかったです。いただきます。おお、本当だ、ただのポン酢だれじゃない。あ、美味しい。ちょっとまろやかさがあって、この豚肉と抜群に合います。本当にあっさりしてますね。おきもつさん大丈夫ですか。おきもつさん、おきもつさんお口いっぱい入ってますね。すみません、もう頬張ってしまって、あのサラダ、かぼちゃサラダいただきました、うん、めちゃくちゃ飲みたくなりますね。あ、飲みたくなる。あ、それぐらい味がしっかりしててすごく美味しいです。そうなんですよ、だからあえておろしカツなんで、これぐらいしっかりしたかぼちゃサラダということですよね。合ってくれると思います、うん、確かにこのサラダツナがまたいいですね、うん、で玉ねぎのシャキシャキ感が本当にアクセントになってて進みそうです、うん、はい、おきもつさんのようにねお酒のおつまみにしてもいいし、お弁当に入れてもいいということなんで ね、はい、ぜひ2品合わせて覚えてみてください、はい、さあ明日はですねイタリアンの道浜さんにキャベツとアンチョビのパスタ、そして生ハムとフルーツのサラダを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。